慶義塾大学の桜井と申します。本日は、地域にゆかりのある題材を活用した、一時希望者と地域のコミュニケーションの場の実践ということで、アニメの舞台となった静岡県沼津市を経由ということで発表させていただきます。本日のアジェンダはこのようになっています。近年、日本では都会から地方への移住を推奨するマスメディアの報道や移住専門雑誌の連載が多くなりまして、加えて国や地方自治体の積極的な移住支援などもありまして、都会から地方への移住を推奨する社会的な潮流となっております。しかし、移住者が移住した地方では移住者と地域住民との間で数々の軋轢や問題が発生しており、移住者が地域に定着しにくい状況にあります。一方で、アニメのモデルとなった地域の訪問をきっかけに移住した移住者の調査をしましたところ、彼らが抱えているアニメ舞台への移住に関する課題は、日本における移住の文脈でこれまでに指摘されている課題と同様でありました。そこで、これまで議論されてきた日本における移住の課題について、アニメという地域内で共通する話題、オペラのリソースを活用しまして、アニメの舞台となった地域をフィールドとして研究活動を行いました。この活動から、これまでに語られてきた、日本の移住課題の中でコミュニケーションに関する課題の解決を、する、一つの方策を提示することを目指していきます。本研究は、移住希望者と移住者、地域住民との間で、共通する要素を活用して信頼関係を築くことで、移住者が地域に定着しやすい環境を作ることを目的としております。本日発表する研究に続きは次の通りです。アニメラブライブサンシャインの舞台となった静岡県沼津市をフィールドとしまして、3つの段階に分けて実施します。1調査、2実践、3波及。本研究は2実践の段階に入ります。1の調査について次のスライドで説明いたします。これは昨年のサービス学会で報告させていただいたものなんですけれども、アニメ舞台移住者と地域住民のサービスエコシステムについて、沼津市の地域おこし協力隊の隊員の方にインタビューを実施しました。その結果、舞台移住者や地域住民の意識について接点が少なく、お互いの素性が知る機会がないため、信頼関係を築くことが難しい点が明らかとなりまして、現状のサービスエコシステムと提案するサービスエコシステムを提示いたしました。これは本研究で移住希望者と地域のコミュニケーションの場としてデザインした移住説明会のコンセプトのもととなりました。近年の地域活性化は、登場するアクター間でのサービス交換による地域、価値競争の視点からエコシステムを構築し、サービスエコシステムによる議論が求められています。先行研究では地域活性化で導入されている地域のキャラクターを検討することによって、地域におけるサービスエコシステムの視点を明らかにしました。本研究では価値競争をアプローチする視点をもとにして、移住者、移住希望者、もともと住んでいた住民がそれぞれ持っている資源を統合する際に、アニメがモデルとなって、地域がモデルとなってアニメに関する共通の資源を活用することで、地域における新たな文脈を生み出す価値競争の場としてコミュニケーション場が機能するかを検証いたします。アニメの舞台となった地域の価値競争について、湯川はアニメの舞台となった地域における価値競争のメカニズムの解明を行いまして、アニメが魅力あるものかどうか、加えて舞台に訪れた舞台担当者が地域の人と交流することが大事だと、重要だとしました。特に地域の人々や他の舞台担当者との交流を重視して活動を行う舞台担当者の存在によって、舞台担当者と地域の人々との間で価値が創造するとされています。本研究ではアニメの舞台となった地域を対象としまして、地域にゆかりのあるアニメを活用し、地域内外の人がコミュニケーションを図る場を実践します。その結果から本研究ではアニメを媒介とした地域内外の人の具体的な価値競争について明らかにします。ラブライブサンシャインの舞台となった静岡県沼津市では、ファンによる舞台探訪が行われてきました。総務省の統計では、来訪者数が2016年では約4万人、2017年では約7万人、2018年では約8万人となっています。また、先行研究員による試算によれば、アニメによる舞台探訪の経済効果は約50億から61億円であることから、アニメの舞台探訪という行為が舞台となった沼津市に大きな経済効果をもたらしたことが明らかとなりました。本研究で登場するアクターに
外が移住希望者、地域内が、移住者と定住者になります。また移住者と定住者を細かく分けますと、移住者は、市役所職員、地域おこし協力隊、本研究で実施する、移住説明会の研究チームと、共同で運営した A 氏、定住者が、市役所職員と、沼津市議会議員の A 氏に、分けられます。でまた登場するアクターは全て有馬に詳しい方となっています。で加えて、移住者の、市役所職員と A 氏はアニメの舞台探訪からの移住者となっております。本研究では、移住希望者と移住、地域の人のコミュニケーションの場として移住説明会を、採用いたしました。一般的に移住説明会では、移住希望者に対して移住に関する情報提供ほか、移住者地域住民との対話の機会が、設けられています。つまり移住希望者に対する情報提供の機会と、移住者地域住民に対する、信頼関係を構築する機会というそれぞれの価値をそれぞれに提供しております。よって本研究では、移住説明会を実施し、地域に関わるアニメを、組み合わせることとしました。本研究で実施する、移住説明会では、地域にゆかりのあるアニメを取り入れることをコンセプトとしました。地域にゆかりのあるアニメを取り入れ、移住説明会で行う説明や会話などで、アニメに出てくる、セリフや、キーワードを用いることで、移住希望者と、移住者アニメが地域資源オペラントリソースとなったことで、アニメに対する知識や理解が深いオペラントリソースを持つ定住者との間でアニメを媒介としたサービス交換を観測することを目的とします。今回実施した移住説明会は2023年10月8日日曜日午前10時半から正午の時間で沼津駅前の商店街に位置するサンサンホールというイベントホールで実施いたしました。この移住説明会と同日にちょうどスライドの右側写真2つ小さい写真2枚になりますが、別の大規模イベントホールでアニメ公式と市の商工会のコラボイベントが開催されました。これらのイベントと同日に開催することでイベント参加者の回遊を促しました。さらに移住説明会はスライドに示す構成のもと90分間で実施いたしました。アニメの話題を活用した発表の後に自由にコミュニケーションを図れる時間を設けました。移住説明会は計21名の参加者で行われました。内訳としまして移住希望者が12名、移住者が3名、定住者が3名、記者が2名、それから記録者として研究チームから1名参加いたしました。特筆すべきこととして移住希望者は年齢が20代から30代を中心とした若年層でありまして、男性が中心でありましたが女性の方も1名参加しました。アニメラブライブサンシャインをテーマとして企画した移住説明会の開催の結果、スライドに示すようなサービス交換が行われていたことが判明いたしました。次のスライドが細かい部分についてお話しします。まず移住者と移住希望者のサービス交換は次の通りです。移住希望者は、移住者に対して将来的な移住の計画をアニメファンの同士や、移住の先輩と捉えまして相談を行いまして、移住者は移住希望者に対して自らの移住の経験から移住に必要な情報を、アニメファンの同士や、移住の後輩として捉えて、共有します。同様に、地域内の人々の、サービス交換は、次の通りです。移住者は、市役所に対してアニメをきっかけに移住した自身の経験を共有しまして、市役所は移住者に対して移住後の市民向け施策を直接広報します。また移住者は地域おこし協力隊に対して地域資源の良さをアニメの話題を通して共有しまして、地域おこし協力隊は移住者に対しましてアニメの話題を通して実施する地域振興について相談します。一方で市役所は地域おこし協力隊に対してアニメを活用した地域振興を依頼しまして、地域おこし協力隊は市役所に対してアニメを活用した地域振興を企画いたします。でまた、沼津市議会議員の大使と移住希望者の、コミュニケーションについてアニメを媒介にしたやり取りを、ユースケースに表した図が、こちらになります。彼らは、共通で持っているアニメの知識を媒介としまして移住の悩みや、不安の話から、移住したファンの集いの話までコミュニケーションを図っていたと、考えられます。加えまして、移住
明会に参加した市役所職員が移住説明会の概要とその参加者の評価、地域にゆかりのあるアニメをテーマとすることの意義を市役所ワーキングチームで議論し、同様のコンセプトの移住説明会を市役所主催で企画したことが分かりました。この移住説明会はアニメに登場するキャラクターの誕生日である2024年2月10日にアニメで登場したホテルのモデルとなった淡島ホテルで開催されました。これは市役所が本研究で実施した移住説明会に参加した際に移住説明会でアニメを題材として扱うことに価値を感じたため実施につながったと考えられます。本研究ではアニメのモデルとなった静岡県沼津市においてアニメをきっかけに移住を検討する移住希望者とその移住者、定住してきた地域住民が参加する移住説明会を実施いたしました。その後その場で行われるサービス交換を明らかにしサービスエコシステムとして表現いたしました。その結果サービス、参加者間のサービス交換ではアニメに関することを媒介にし、相談とアドバイスのサービス交換が行われていたことが判明いたしました。本研究で、実施した移住説明会に、移住者やもともとの沼津定住者として参加していた、沼津市市役所の職員が市役所の会議持ち帰り企画を提案したことで市役所主催のアニメをテーマとした移住説明会の開催につながりました。今後はそこの3の段階における市役所主催のアニメをテーマとした移住説明会のほか地域住民の間で自律的に移住希望者とのコミュニケーションの場が作られている点について調査していきたいと思っております。こちら参考文献です。以上で発表終わりになります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。そうしましたら、浦野先生方から何かコメントしてもらったと思います。よろしいですか。福知山公立大学の山本です。面白い発表ありがとうございます。最後の結論のページちょっと見せていただけますか。はい、はい、ここですね。最後に相談とアドバイスのサービス交換が行われていたと。これはエコシステムとい こうフレームワークの中ではこういう表現なんですけど、そのこう素人的なこう感覚で言うと同行の市を集めてお友達を作る会を提供したっていうふうに見えてたんですけれど、そういう理解は何かやっぱ間違えてるんでしょうかね。それともそういうサービスなんだっていうふうな解釈も可能なんでしょうか。ご質問ありがとうございます。そうですね、同行の市といったところは確かなんですけれども、今回はその地域の人っていう、そのいわば、SNS とかでつながったそのアニメ その同士っていうところからは外れたその実際に住んでいる方とのつながりということをテーマとしておりますので、定義的には先生のおっしゃるように考えることもできますが、私としては地域の方を巻き込んでそのアニメの同士といった人たちがその地域とつながるところを作りたいというところを、持っていたので、今回このような、サービスを提案させていただきました。すいません、なんかうまい答えになってないと思いますが。よろしいですか。はい、ありがとうございます。他にありがとうございます。小前と申します。お話ありがとうございました。今回そのアニメバーバーテーマというかあると思うんですけど、こうそのアニメにその流行りしたりというかライフサイクルみたいなものがあって、それと今回その移住促進っていう、ものっていうところの時間軸がこうどう関連しているのかだったりとか、そのアニメが一番こう流行してるというか盛り上がっているときに、そういった浮きで実践をしなきゃいけないのかとか、そのあたりの時間の話をお聞きしたいなと思います。すごくいい質問ありがとうございます。実際にその、流行りしたりっていうのはありまして、このラブレスサンシャインっていうのはどちらかといえばその成功した、流行った方の部類になりまして、今現在はそのどっちかというとこう腐ってきているっていうふうに捉えられているものなんですけども、でも逆にその移住したいって考えている方が増えているっていう、そういう現象が地域の方で見られていることがそのインタビューとかを通して分かったので、この関連性っていったことはそのどうなのか、あと他のアニメとか それほど流行らないと言われているアニメとの関連性のどうなのかといったところは、ちょっと今後もそういうところを調査していきたいなと思っております。はい、ありがとうございます。
まあ、現状としましてはやはり実際に住んでいる方と新しく移住してきた方がそのライフスタイルが違う、沼津っていうのはその漁船、漁港の町なので、その住んでいる方が漁師さんが多くて、まあ、朝早くて寝るのも早いから、その普通に働いている方だとどうしてもその昼間その大体時間以外で会う時間がなかなか取れない、そういったところでその接点が少ない、まあ、そういったところが課題としてありましたので、じゃあまあ、イベント休日とかでうまくこうお祭りとかに合わせる形でその、まあ、こう出会える機会、出会える機会というのを作ることによって、まあ、うまくその移住者だったり、あとは、まあ、外から来られる方というのを巻き込んで、まあ、その接点を持つ機会というのを作れるんじゃないかというところをもとにして、まあ、このようなエコシステムを考えさせていただきました。で、次もう1点なんですが、今後の、町、他の町への再現性だったり、有益なところが何か。ありがとうございます。本研究は、まあ、こちらテーマにあります、地域にゆかりのある題材というところで、まあ、アニメというところを一例として取り上げさせていただきました。ですので、まあ、例えばスポーツツーリズムで、推している町であったり、あと他のドラマとか、あと小説とか、そういったコンテンツで、ゆかりのある町となったところでも、このようなことは、まあ、応用できるかなと考えておりますし、そういったところでも波及して、まあ、どのような違いがあるのか、それとも同じような形で、コミュニケーションの場っていうのを作ることができるのかっていうのは、まあ、私も興味深く、今後も研究していきたいなと思っております。はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。どうぞ。はい、岡山大学です。先ほどの私の発表と非常にですね、関心が近いところで質問したいことがあるんですけれども、いわゆる同行の市っていう括りがありながらも、やっぱり移住希望者と、すでに移住した人と、それから、まあ、多分あんまりそれとは関係のない旧来住民の参加者ですよね、構成。で、その間の、要は、まあ、相談とアドバイスがあったっていうんですけれども、その間のなんか文脈の違いとかですね、新たなその文脈創造とか、要するに沼津っていうその聖地をお互いどういうふうに見てるのかの多分図例のすり合わせみたいなのが、この移住説明会の一番大きな意味だったと思うんですけど、そのあたりでなんか具体的にこう、これを行った結果、見られたようなですね、まあ、イメージ上の対立でもいいですし、逆に、新たな想像力なんですけど、その辺を伺わせていただければと思います。ありがとうございます。そうですね、まあ、実際にそのやっぱり移住したいと思っている方にはその夢といいますか希望を抱いてくる方が多いので、どうしてもその実際に住んでいる土地のことをこう少しこう幻想郷のように思ってしまうところがあるのは間違いなくて、まあ、これも実際に移住説明会でこの、まあ、話したやり取りの中でも実際に見られてました。でやはりそこでもその元々移住している方とか、住んでいる方、それから、まあ、先に移住した方、まあ、それらの方が、自らの体験とかをこうなんだろう アニメにこう関係させながら、まあ、実際はこういう風に書かれてたけど、まあ、現実はまあこんな感じで、でもそこにはちゃんと人の営みがあるんですみたいな形でこ うまくこう説得というんですかね、お話しすることで、うまくこうなんだろう現実に合わせたその解釈希望者の方に、提供できてたのかなと思います。すみません、ちょっと言葉がうまく伝わらなくて、まあ、時間の都合があると思うんです。でもその辺のディテールは非常に関心があるので、ありがとうございます。今後も研究していきたいと思います。ありがとうございました。すみません、時間になってしまいましたので、いろいろ議論をつけないところでございますが、LINE 報告、櫻井先生の報告、これで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。